最新作を堪能するアッキーミロです。はい、続けていきます。前回はフォーク用で独立することに成功したんですけど、その次のターンに隣の理科軍の落葉から狙われ始めました。すぐ攻めてくるかはちょっとわかんないんですけどね。現在超劣勢です。木曜平ゼロ、落葉1690。ちょっと3度目の正直ということで、今回天下統一ガンガン狙っていくつもりだったんですけど、これ2度あることは3度あるで、また滅びるかもしれません。まあそうならないようにちょっと頑張るんですけど、なんか左下に被害予測防衛レベル30からレベル5ってなってるんで、1回はなんか耐えられるかもしれませんね。しかしそんなものに頼らず、自分の腕で勝てるようにちょっと歩兵はしていこうと思います。本当は内政の土地とかに武将がいっぱいいるんでやりたいんですけど、今は兵ゼロなんでさすがにまずい。徴兵したいけど、ここは歩兵で我慢だ。ゼロはまずい。ゼロは歩兵してなんとか500ずつか、少ないな。ん、正気は上がったけど弁舌は下がったのか。劉陽が流氷勢力を破り調査を支配しました。おお、他のところも動いてますね。お、なんかイベントです。これは孫将校かですね。ちょっと話があるの。なんだい。なんかくれる感じか、今手差し出してたし。違うな、孫将校から景勝地の観光に誘われています。応じますか。まあこれ断るって選択肢はないですよね。はい、うん、構わんぞ。当然、素晴らしい景色だって。めちゃめちゃ寒そうですけどね。あなたと一緒にこの景色を眺めたかったんだ。くぅ、早い。これあなたにいつも支えてもらってるから感謝の気持ち。なんかボイスがあるところとないところの差がよくわかんないですね。あ、やった、馬ゲットです。ありがとう孫将校。夫婦仲睦まじく暮らしています。おっと、ついに僕やり攻めてきました。でもね、一回も兵しただけでみんな500増えたから兵4000まで増えましたね。これなら我らの地、何としても守り抜くぞ。守り抜く、これならきっと耐えられる。防衛始める前に今手に入れたこの黒影装備しましょう。移動速度165、衝突力300ですね。ん、移動速度は5上がるけど衝突力下がるな。まあいっか、せっかくなんでこれにしましょう。では防衛戦開始しましょう。牧羊が戦場、武将の数はこっちの方が上ですね。ただ兵の数は向こうの方が上です。代わり武将は徐行か。まあちょっとね、防衛戦なんで前みたいに無理せず本陣落とさず時間切れも狙っていきます。で、作戦飛型は、お、連死がちょっと有効で低いんで、この一気火星にしましょうか。わかりました。これで連死の有効度アップです。さあ行くぞ。拙者らがダッシュせん、いざ分離して進むのだ。諸君、君の相手は後だ。まずは光ってる作戦飛型の対象、この武将たちを倒す。我らの地、どうだ、何としても守り抜くぞ。この通り、守り抜くぞ。決してやらせません、やらせませんぞ。どんな時でもあなたのそばにいたいの。本将校、一緒に頑張ろうぜ。こんやろ、やってくれる。たぎどえ、行かせを成功させてみせる。はい、とどめだ。これ誰だったんだ、ハンなんとかさんだった気がする。これは攻撃対象、こいつも光ってるな。これも一気火星の対象か。はい、とどめ、リズギュー。これは誰だっけな、シュシュンさんだったかな。体勢を整えねば、いやあ、一発で攻撃くらうまい。まあね、敵が恐ろしい攻撃力を誇ってなければ勝てるよ。この敵、勝利への鍵となろう。お、宝石が出現。は
い、シュシュンさん撃破、撃破で回復、攻撃隊長も発見、うわー終わり、終わり、これで作戦機成功でしょう。一気化せ成功、今の俺たちに敵なんかいないぜ、進め、ゲームやる気満々です、俺たちに敵はない、進め、いやー上皇の家系作戦開始です。これは防がなければ、敵に不穏な動きあり、射線家系もこっちがセーブ、学生兵長を撃破せよ、発見せよ、どっちにしても発見次第倒しますけど、わあ、撮影兵長発見って書いてあるけど、どれ痛いか、くらえ、来いよ、みんなの邪魔はさせん、邪魔はするよ、次次、あ、と思ったら家系阻止成功です、一人だけだった、はい、秋室君防衛成功です、今回は本陣フリー取りに行きませんでした、勝利を飾ったぞ、よし、相手の兵力もね、1万以上から1000まで減らしましたからね、こっちの実質勝利でしょう、勝利、一気化成成功、家計も成功、クリアタイムは D ですけど、まあいい、ちゃんと生き延びました、武勇の名声アップしたけどレベルまで上がらないか、しかし兵力ゼロ、大凶雨金連士が捕まってたんですよね、解放されました、オッケーオッケー、生き延びた、この事実が重要、お、飛型も獲得です、必殺の毒矢、毒属性攻撃効果小、発動ごとにこの飛型の必要飛型ゲージ増加、なんかあんまり使わないかな、各地で戦闘が行われました、大凶があなたに会いたがっているようです、なるほど、会いたがってるか、長春かもびっくりついてるな、歩兵したいんだけどな、めちゃめちゃ歩兵したいけど、会いたがってるなら行きましょう、大京さん、これをよかったらもらっていただけますか、お、アイテムか、ありがとう、飛型だ、あれでもこれ持ってた気がするんですけど、神王夫人、いや持ってるでしょ、これって、かぶることあるんだ。ドゥイー、あ、限界突破か。そうかそうか。言ってましたね。なんか同じのが集まると限界突破ができるみたいな。やりました。神王夫人、限界突破です。てか、これに変えようかな。助かったぞ。本当だよ。助かったよ。おー、考察のところに、周曹がいます。確かもう周曹って顔割りになってたんですよね。やろう。あっあとは別にないかな、うん、周曹だけでいいや、完了、そして超春夏も投与しちゃいます、 100% お前の治癒、超春夏と申します、3回目だね、超春夏さん、引き分けのないもののしつけはお任せくださいます、よっしゃー、仲間増えました、8月になりました、さっき考察に周曹やったんで会話しに行きたいんですけど、軍事全然やってくんないんだよな、あと内政に勢力目標である農業開発、これやりたいんですよね、ちょうど長春間もいますし、やっちゃうか、連携発動、私の思い通り、目標の兵糧収入が増加しました、知略アップ、すぐ下がるんだけどね、知略は、超春夏との有効度もだいぶ上がってきたな、お、牧羊の血が豊作となり、民が兵糧千を秋室に送りました、ありがとう民、酒造1回会話して東洋 74% になりました、行く、お前の俺は酒造、来た、足の速さは天下一品ですぜ、よろしくお願いします、よろしくお願いします、オッケー、これで武将も顔割り増えたなそろそろ歩兵かな、こいつを持って行ってくれ、お前の役に立てばいいんだが、おお、女性から引けいただきました、内助の風、これは初めてですね、助かったぞ、助かったぞ、これを授けよう、行かせるか否かは
そなた次第じゃ。水鏡先生が何かくれました。飛系レジェンドって書いてある。精神統一、一定時間自身の体力徐々に回復、効果大。これ設営より全然いいじゃないですか。ありがとう水鏡先生、助かったぞ本当に。ちょっとモブ武将も登用しようと思います。とにかく武将は早めに取っておいた方がいい。お前の治癒これからお世話になります。必ずやお力になってみせますぜ。高生さんだったかな。仲間入りです。俺たちの話を聞いてください。お、兵卒が志願してきたか。やったー志願兵。兵力本当少ないですからね。めちゃめちゃありがたい。表情開始です。金の目標値だけ達成できませんでした。まあでも武将だいぶ増えましたね。あと2枠しかない。ちょっと軍事、いや1だけ内政にしよう。3軍事内政1。どっか攻めたいなあ。でも兵がなんか勝手に結構やっぱ溜まってるな。目標は一応炎章なんですよね。上の高層行くか。でも隣の落葉どうなんだろう。ああもう8000まで回復してますね。やっぱりかつて滅ぼされた、いや滅ぼしてきた炎章、こちらを狙いに行きましょう。高層、とりあえず兵を増やしたいんだけど、兵に関する目標がないんだよな。こうなると兵糧金、あとは交流かな。でも東洋がいいか。まだ人入れられますからね。完了、できます。今回はこの方針に従って動いてもらう。やるかい。待ってください。やったー。自分はこう考えます。なんだい。訓練、兵糧、交流、すまんが言え。あれ、あ、L1R1 で変えられるんだ。そうか、今までなんか提案してきた武将の入って選んでるつもりだったんですけど、全然選べてなかったみたいですね。しかも女性は楽より攻めましょうって言ってますね。まあ今攻めてきたからな、楽を攻めてもいっちゃいか。ちょっと提案今回はちゃんと受け入れてみましょう。これで決まりだ。これで本当はこういうの上がるのかな。あ、上がりました。やっぱ今までは自分のを選んでるだけでした。お、長春かも。アイテムくれました。どうぞお納めくださいませ。引けかな。アイテムでした。4級か。4級は使わないかな。でもありがとう。助かったぞ。助かったぞ。おお、長春かのこういうのが100になりました。ザイヤの交換さんも 74% なんですけど、投与仕掛けてみます。お前の、どうだ。お望みとあらば力を尽くしましょう。我が部存分にお使いください。頼むぜ。モブも結構重要ですからね。お、なんだ、勢力方針に従い女性が防衛強化を実行しました。成し遂げたぞ。成し遂げたぞ。防御の防衛レベルが上昇しました。ありがとう女性。さあ出陣したいんですけど、まだ勢力目標が全然残ってるんですよね。訓練、お、大凶がいる。せっかくだからやっちゃいましょう。アキミロが相変わらずレベル1人だけ低いな。あ、でもモブ武将と同じぐらいだ。これでレベルアップじゃ。アキミロ、これで一安心です。25レベルです。武勇の名声が9まで上がりました。大凶の有効度はマックスです。はい、表情まで残り1ヶ月となり、勝手に進行目標の地域へ出演します。よろしいですかって出てきました。もう行くしかね、やります。さあ楽攻め込むぞ。俺についてこい。ついてこい。果たして勝てるかな。それなりに兵持ってますね。相手12685ですけど、こっちも9100あるんで、一応互角扱いです。絶対強つ。お、出陣です。義兄弟の2人。こたびの戦も自分を頼りにしてくれ。必ず兄上の役に立とう。頼りにしてるよ。俺は今
お前と共に戦える喜びをかみしめている。いやー、一人で戦うのは厳しいからね。女性がいて心強いよ。ダーシュ。お兄ちゃんは俺が守るみたいな。さあ、撮影機はどうするかですね。この青い文字のやつは失敗時の効果が味方総兵力の減少のみって感じになるのかな。で、まだ S になってないのは周体、そしてレンしか一気稼いが入れやすいんですけど、今回この残響将来かな、これやってみようと思います。失敗した時の反応がちょっと怖いですけど、いやでもやる、これでいこう。頼むぜ周体。周体の有効度が S になりました。ちょっと今回飛型変えてみました。張飛のこの仁王軍人なのかな、仁王軍人かかるんですけど、これとあと設営から精神統一に変えました。これで回復がちょっとマシになるかもしれませんね。さあ戦闘開始です。少年場と心得よ。我ら心を一つとし、この城を守り抜かん。ジョコ、さっき攻めてきたからね、今度はこっちが攻める番だ。やってやるぜ。必ずやこの地を奪い取ってみせる。奪い取ってみせる。レンさん一緒に行こうぜ。投降指示じゃ。私どんな時でもあなたのそばにいたいの。今こそ我が声に応え、奇跡を示したまえ。よし、よーい、兵長だったかな、妖術兵長か、妖術兵長は私が守る。なんか攻撃隊長が結構いるな。やらせません、やらせませんぞ。ていうか兵長守るだけじゃダメだ、なんか拠点落とせって言われてる。勝利への鍵となろう。こことあと下か、頑張って落とさなければ。やばい、妖術兵長の危機。やらせん。絶対やらせん。敵拠点はとりあえず制圧できたかな、これは。よっしゃ、成功しました。さあ、残氷よ、フレーク、氷が発生しました。よっしゃ、この勢いで一気に攻め込め。その通り、一気に攻め込め。手の血と刑にも通ずるもの。今度はジョコの作戦否定か。今こそご覧に入れよう。何が来る、賭けか。違う、土砲って書いてある。目標地点を制圧し土砲建造を阻止せよ。あれか、行くぞ。よし、やらせねえぜ。速攻拠点落としに行きます。始めようぞ。ちなみに新しく付けた飛型の精神統一、めちゃめちゃ回復量すごいですよ。今使ったんですけど、設営なんかとは比べ物にならないほど回復してってます。こりゃめちゃめちゃいい。これあれば新天栄の絵柄のカードのあの回復なくてもいい気がしてきたな。はい、土方建造そして成功です。拠点に対してあの郊外の家系のやつめちゃめちゃ有効なんですよね。あれやると一気に敵の防衛の値が減る。ちょっと長期のカードも使いましょうか。よっしゃー、限界突破した力を受けてみろ。つえー、あっという間に敵倒しちゃった。そして精神統一で回復だ。お、勝者が城門突破しました。まだ私は城の周りで敵武将を倒している最中なんですけどね。武将を倒すと右上のあの兵力がだいぶ下がるんで、ロックしたいんですよね。アタックカウント、やらせー。ちょっと守れって届かねー。ほらー、オッケー。もう一体飛んできた。情報も出てきましたね。勝ってやります。はい、敵本陣到着です。ファイヤーしようかな。ファイヤー、敵対象情報発見、消費カード発動。はい、もうとどめー。
ける。さよならショコーン。今回はね、作戦引きでこっちが成功させ、相手のは阻止したんで圧倒的に有利になれましたね。アキムロ、ショコーン撃破。アキムロ君、ランクを攻略です。やってやりました。見事に勝利を飾ったぞ。我らの勝利だ。勝ち抜きあげよう。ドゥルルルルルルル。勝利。お、クリアタイムも悪くない。合計1900宝石ゲットです。変絶がなんかやたら上がったな。兵力もまだ残っています。いや、いいねいいね。電子の有効度アップで、アイテムも相変わらずいっぱい。おお、軍神の飛型獲得です。一定時間自身の攻撃力上昇、効果大、武装ゲージ増加、効果中。いいの手に入ったな。これもまた悩むな。長飛のやつとどっちにするか。さあ、そしてお寮です。シュシュンで合ってたかな。トヨ、良いだろう。来た。サレイさん、トヨ、いいじゃろ。来た。二人仲間にです。アキミロが理覚勢力を破り、ランクを知らしました。ウェーイ。二都市目、猛角が竜将勢力を破り、エイヤンを支配しました。猛角やるじゃん。あなたの活躍は皆の励みです。マジっすか。お、連射の有効度が上がりました。なんで上がったのかよくわかんないけど急に励みになりますか、言われた。そして表情です。勢力目標すべて達成。あ、君のレベルアップ、2レベルも上がりました。これは、いやでももう他のキャラたちは30レベル台いってますね、結構。そしてどうしようかな。やっぱ軍事ちょっと兵数を増やしたいな。で、どっか攻めるか。今自分の都市に武将が何人いるんだろう。一つよろしゅうございますか。おー、超春夏さんから意見が。農業開発訓練東洋、いいでしょう。狙い行になってるけど、まあいいや。超春夏さん採用。これで決まりだ。有効度が100、まあもともと最大ですね。はい、無事に落葉を落とすことができました。次回は超春夏さんの提案通り炎将軍の行を狙っていきたいと思います。今回はここで終了です。この動画良かったなと思えたら高評価ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録していただけると次の動画を作る励みになるので、まだ登録されていない方はぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。炎症待ってやがれ。私はブログとツイッターもやっています。ブログではゲーム実況に役立つ情報やプレイ感想などを記事にしています。ぜひ覗いてみてください。ツイッターでは1週間の配信予定を固定ツイートに載せています。ぜひ参考にしてみてください。ではまた。